ガブリエル・フォーレ・ピアノ30奏曲二単調作品120は近代フランスの作曲家ガブリエル・フォーレが作曲したピアノ、バイオリン、チェロのための室内楽曲。全三楽章からなり演奏時間は約20分。フォーレのピアノ30奏曲は1922年9月から1923年2月にかけて作曲された。 1922年1月、ニース滞在中のフォーレに、ピアノ三重奏曲の作曲を提案したのは、彼が出版契約を結んでいた、デュラン社の社主ジャック・デュランだった。デュランは、モーリス・ラベルが第一次世界大戦前夜に作曲した、ピアノ三重奏曲のような音楽を書いてみてはどうかと、勧めた。フランスのフォーレ研究家、ジャン・ミシェル・ネクトゥーによれば、 この年の1月から8月にかけて、フォーレの創作力は完全に失われていた。1月20日付け妻マリーに宛てたフォーレの手紙には今の状態が長く続かないことを願っています。なぜなら、私は猛烈に仕事がしたいのです。と書き、2月2日付けの手紙では、おいよ、消え失せろ。と自らを嫉妬している。しかし、 3月4日付の手紙では、恥ずかしい話ですが、私は毎日をわらじ虫のように家の中に閉じこもって過ごしています。全く何もしていません。ニースに来てから核に値するような音符は、まだ二つと見つけていないのです。私の才能は枯れてしまったのでしょうか。と悩みを打ち明けている。 友人の作曲家ポール・デュカスに宛てた同年4月21日付の手紙では、フォーレはワーグナーのトリスタンとイゾルでから一節を引用しつつ、ユーモアと自重を交えながら、私はこの4ヶ月間でワーグナーのグルペットに負けないくらい年を取りました。と述べている。また、悩まされてきた聴覚障害に視力の衰えや歯のトラブルも加わり、フォーレは 次第に孤立していった。次男のフィリップ・フォーレ・フレミエは、この頃のフォーレについて、次のように述べている。相手をどれだけ思いやり、尊敬していようとも、父には、周りの調子に合わせて、普通の会話をするのは、不可能であった。食卓で、周りの人たちの関心が直接自分に注がれなく、なると、たちまち父は、不安そうな様子を見せた。そして、 目を凝らして、人々の顔の表情からその心を読み取ろうと努めた。父は、こうした努力に疲れ果てたが、かといって、自分の存在を人に押し付けるようなことは好まなかった。何も言わずに、人々の関心が、自分のところに戻ってくるのを待っていたのである。フィリップ・フォーレ・フレミエ・アヌシーイコールルル・イコールビューの、風景・フォーレがようやく新曲のスケッチに取り掛かったのは4月に。 パリに戻って、以降で、1922年の5月から6月に、かけてと見られる。1922年7月からほぼ1月の間、生まれ故郷ハミエに近いアルジュレスに滞在したものの、帰還支配園にかかったフォーレはこの地ではほとんど、仕事ができなかった。この時フォーレは、次男フィリップに、パリの家の机の上に忘れてきた原稿を探すように、頼んでおり、それが、 ヒアノ30奏曲の第二楽章の中間部のスケッチだった。8月9日からアヌシーイコールルイコールビューに移り、約2ヶ月流難間で過ごす。アヌシーイコールルイコールビューは1919 19年以来2度目の滞在だった。8月26日にこの地でフォーレフェスティバルが開かれ、翌27日、教会でフォーレの賞味作曲が演奏されるなどの歓迎を受けた。 フォーレの創作力はここで回復し、妻マリーに当てて次のように報告している。クラリネット、チェロ、ピアノのための三重奏曲に取り掛かっています。主要な楽章は1月前に書き始め、終了しました。残念ながら、私は連続して長い間、仕事をすることができません。私にとって最も辛いのは、絶え間なく続く疲労感です。 1922年9月26日付、妻マリーに宛てた、フォーレの手紙アヌシーイコールルイコールビューで書かれたのは、第二楽章とみられる。第一楽章と第三楽章は10月に、パリに戻ってからビーニュ通り32番地の自宅で、書かれ、1923年2月中旬に完成した。この間、1923年1月にフォーレは、 レジオンドヌール勲章を授与されている。1923年5月12日、国民音楽協会の演奏会において、ロベール・クレット・リリのバイオリン、ジャック・パッテのチェロ、タチアなどサンセビッチのピアノによって初演された。この日はフォーレ78歳の誕生日であり、初演者はいずれもバリ音楽院を卒業した若い演奏家たちだった。フォーレは、 自分の音楽が若い世代の音楽家たちに理解されることを喜びとしており、この人選はフォーレの希望に沿ったものだった。またこの演奏会では、シュザンヌ・ヌバルグリの独唱、ジャンロ・ジェデュカスのピアノ伴奏によって、フォーレの歌曲集、優しい歌も演奏された。しかし、この日フォーレは、体調不良のため外出できず、欠席した。 公開初演前の1923年4月には、フォーレの友人たちのために、パリのマイオ家のサロンでこの曲が支援されていた。次男フィリップによれば、アヌシー・コール・ルイ・コール・ビューでモテなしてくれた、マイオ夫妻への感謝から、フォーレは、マイオ夫人に微笑みながら、これは、あなた方のオタクだから作ることができた、作品なのですと語ったという。6月29日には、 エコールノルマル音楽院において、ジャック・ティボーのバイオリン、パブロ・カザルスのチェロ、アルフレッド・コルトーのピアノによって再演された。フォーレは、エコールノルマルでの6月21日のリハーサル演奏に接することができた。ネクトゥーによれば、二度目の演奏はより輝かしいものだった。この時、フォーレの友人たちは、もし彼が100歳まで生きたら、どのような音楽を書くのだろうかと言い合った。 楽譜は1923年にデュラン社から出版された。作品はモーリス・ルービエプ人に検定されている。なお、この曲の自筆譜は発見されていない。フォーレの創作期間はしばしば作曲年代によって、第1期、第2期、第3期の3期に分けられる。ピアノ30奏曲は、このうち第3期に属するとともに、フォーレ裁判年の作品であり、 恒例による肉体の衰えと絶え間ない疲労に苦しみながら作曲された。フォーレは1921年末までにチェロソナタ第2番及び自身最後の歌曲集となった幻想の地平線に続いてこれも最後の野草曲となった野草曲第13番を完成しており、ネクトゥーは野草曲第13番の完成とともに フォーレの障害における最も重要な時期は幕を閉じたとしている。翌1922年以降は容易に筆が進まず作品の質は保たれたもののその数は著しく減少した。没年の1924年まで最後の3年間に作曲されたのはこのピアノ三重奏曲と未完成の弦楽四重奏曲しかない。またこの作品は フォーレ自身が格別の評価を下していたラベルのピアノ三重奏曲とともに当時のフランスのピアノ三重奏曲を代表するものと言える。旧間、旧の三つの楽章からなり全体に線の強い表出を特徴とする。簡潔に徹した処方はこの時期のフォーレの他の作品とも共通したものである。フォーレ自身はこの作品を控えめに 小さなトリオと呼んだ。フォーレのデシフローラン・シュミットは、これこそ音楽だ。そして、音楽以外の何者でもない。ラモーのようにほっそりとして、バッハのように澄み渡って力強く、また穏やかに訴えかけるところは、フォーレ自身だ。と述べている。クラシック音楽史体系7ロシアとフランスの音楽で、フォーレの功を担当したロナルド・クライトンは、ピアノ三重奏曲は、 感情の漂白が率直で、第2期あるいは第3期のフォーレの作品と比較しても、半音階が少なく、全音階的であると指摘している。また、モーツァルト的透明性や節約という点については、前作のチェロソナタ第2番に似ているが、使われている素材は、より豊富であり、この曲が忘れられているのは、おそらくは、処方が地味なためか、あるいは例えば、 ラベルのような異国趣味的情緒に欠けているか、いずれかによるものである。と述べる。日本の音楽学者、平島三郎は、ピアノ三重奏曲の大幹について、以下のように述べている。この曲では、ピアノの最低音は、下一点へだが、左手のオクターブの場合でも、下一点より低くなることは少ない。最高音は、第三楽章導入部の分散和音が、 4.2に届いているものの、他では、せいぜい3に止まりである。若い頃のバイオリンソナタ第1番では、下が、下1点派、上が、4.2であるのと比べるとかなり狭いことがわかる。この後に書かれた、弦楽史重奏曲でも傾向は同じであり、フォーレが60歳で発症し、以後次第に悪化した、聴覚障害の影響があるのではないかとする。 しかし、無論声を大にして言わなければならないのは、そんな音楽家にとって、致命的な故障を克服して、これらの作品が驚くべき感性を見出していることについてである。と結んでいる。最初の二つの学章は、比較的穏やかで、単純の絵にも似た愛情を帯びている。第一学章は明快な手法とわかりやすい形式を持つ。ベルギーの音楽研究家。 ハリー・ハルブライヒは、この第一楽章について、地上的な一切の情熱から遠い、澄み渡った、明るさと評している。またネクトゥーは、フォーレの作品中でも透明感において、群を抜いており、言葉では言い表し得ないほどの優しさを秘めた輝きに、満ちているとする。第二楽章は、歌謡的な感情楽章であり、主題感の対比や結合に精緻な工夫が認められる。 特にこの楽章の美しさについては、波外れて美しい第一主題、史上の美しさ、フォーレの最も純粋な霊感のひらめき、弦楽器が奏でる、恋人同士のような語らいは、この世のものとは思えない、高画な叙情磨くまなく全体に及んで香り立つ、魅惑的な音楽といった惨事が寄せられている。第三楽章は、活気に溢れたスケルツォによる終曲である。 これについては、後の弦楽四重奏曲に関するフォーレの口述として、第三楽章では、私のピアノ三重奏曲を思わせるような、スケルツォ風の警戒で、楽しい気分を強調すべきです。という言葉が残されている。フォーレの室内楽作品の修学章としても特に、優れており、修学章は、ピアノ五重奏曲第一番よりも成功している。 そういう面でも手堅い手法の面でも、チェロ・ソナタ第2番の驚異的な修学賞をはるかに上回っている。など、高い評価がなされている。学章冒頭のバイオリンとチェロによる、オクターブ・ユニゾン音系については、イタリアの作曲家レオン・カバッロのオペラ、同化師』で歌われるカニオのアリア、衣装をつけろの中の、さらば歌え、同化師よとの類似が、しばしば指摘されている。 これについて、フォーレの長男エマニュエルは、あくまでも偶然によるものであり、フォーレ自らは、そのような指摘を心よく思っていなかったと伝えている。とはいえ、フォーレは、イタリアのベリーズモオペラを嫌っていたことを考えると、ここには、皮肉が含まれているかもしれない。もし77歳のフォーレが意識して引用したのだと、すると、導入部での呼びかけに潜むソやな、暗さが、 コーダで洗い落とされていると思われる。といった論考もなされている。作曲時にフォーレが言及していたクラリネットを含む三重奏曲という構想は完成時には消え去っているが、その正確な理由はわかっていない。フォーレの木管楽器用の作品はパリ音楽院の依頼によって制作されたフルートのための二曲以外にはほとんどない。しかし、 フォーレはほとんどすべての還元楽作品でクラリネットを使用しているほか、ウェーバーの競争的に重奏曲の楽譜を所有しており、サン・サーンスのクラリネット・ソナタや、友人・ダンディのクラリネット三重奏曲などを聴いているなど、クラリネットの響きを好んでいた。ネクトゥーによれば、この曲において、バイオリンをクラリネットに変えても何ら問題はない。 バイオリンパートに用いられている、オクターブ音程については、オクターブの高い方のパートを吹くという解決法があり、近年なされた支援によって、クラリネットによる演奏が有効であることが判明している。ネクトゥーは、クラリネットとチェロとの対話は、むしろ特別な性格を持ち、この二つの楽器とピアノの音のバランスも実に、納得のいくものなのである。としている。 アレグローマノントロッポニ単調、3、4拍子、そなた形式。2小節のピアノの控えめな導入に続いて、ジェロが第一主題を穏やかに歌い出し、バイオリンの G 線に受け継がれる。この主題部分は規則正しい構成を持ち、20小節が4小節ずつの5つの部分に区分されている。第一主題ピアノの鋭い響きを持った動機による短い計画の後、 素朴な第二主題が変路蝶々で、ピアノに現れる。この主題が打光を重ねながら、ゆっくりと上昇していき、バイオリンとチェロのオクターブユニゾンから、対戦率 B が示される。第二主題 A 第二主題 B 展開部では、ピアノの低音部に第一主題が現れ、これに、バイオリンとチェロが折り合わされる。バイオリンに、第二主題が加わると、弦と、ピアノによる、 大方的な絡みとなり、音高と強度を高めながら、フォルテの頂点を形作る。バイオリンが、最強層のオクターブによって、音階を降りてくるのに沿って、チェロとピアノの左手に第一主題が再現する。第二主題の再現は二丁調で、定時武道用ピアノによるが、ここでは、対戦率が省かれている。再現部の後に、第二の展開部があるのは、 晩年のフォーレ作品に見られる特徴的な作風で、第一主題後半の動機に基づいて、末尾の展開が始まる。コーダでは二つの主題が一つに融合され、バイオリンとチェロのユニゾンに、ピアノのアルペジョが加わって力強く高揚する。ネクトゥーは、このコーダに、フォーレの幼年時代の記憶の中にある、ピレネ地方の鐘の音が鳴り響いているようだと、述べている。 アンダンティーノへ蝶々、4、4拍子、3部形式。ピアノの緩やかな和音連打による前奏に乗って、バイオリンとチェロが親しく語り交わすような第一主題を示す。この優しく揺れる旋律の伴奏和音が、分散型に変わると、ピアノに5度跳躍下行を特徴とした、二短調の計画が出る。第一主題計画。 ネクトゥーはこの部分について、音楽家が自分でも当惑するような感覚の領域、言い換えれば、崇高差とも言えるような領域に足を踏み入れた時に、湧き起こる強い羞恥心によるものとし、フォーレの長男エマニュエル・フォーレ・フレミエの、フォーレは、親密な演奏会の最中に聴衆が感動している、ことに気づくと、突然、 時には驚くほどの冗談を飛ばして、その場の雰囲気を和らげたという回想を引用している。中間部では、簡単ドエスプレッシーボで、裏悲しさを漂わせた第二主題が、ピアノに現れる。この戦律は、1920年から1921年に、かけて書かれた、ピアノ五重奏曲、第二番とチェロソナタ第二番のアンダン手楽章と、同様に、 コラール様式で書かれている。第二主題時折ため息を漏らすのみだったバイオリンとチェロがこの旋律をひっそりと受け継ぎ、転調を重ねながら上昇してゆく。ピアノに第一主題が回帰して再現部となり、計画はえ単調を取る。弦を加えた中間部の階層から次第に高まって、高打に入り、二つの主題が重ねられて、蝶々の平安のうちに終わる。 アレグロビボチ単調、3、8拍子。テンポや書法から見て、スケルツォ学長であるが、主題の交代やその民衆的な性格から、ロンドソナタ形式とも解釈できる。長い導入部があり、バイオリンとチェロのオクターブユニゾンで激しく、呼びかけるような主題が弾き出される。この主題について、レオン・カバッロのオペラ、同化詞の、さらば歌え。 同化しよとの類似が指摘されていることは、各学章について、ですでに述べた通り。この、呼びかけに対するピアノの応答から、主部の第一主題が導き出される。導入部主部に入り、ジェロが第一主題を完全な形で提示する。第二主題は、バイオリンとジェロの掛け合いにより、これに、ピアノの舞踏的な対主題が続く。第一主題。 第2主題 A 第2主題 B 展開部では、弦の二重奏からピアノが第1主題を示し、バイオリンがカノン風に模倣する。これに、第2主題と導入部の動機が加わる。再現部は、第2主題、第1主題の順で戻ってくる。導入部の呼びかけの動機によって盛り上がり、こうだとなる。ここは、導入部に匹敵する規模を持ち、二つの主題から、 呼びかけの主題が大きくそうされ、二町長で全曲を力強く結ぶ。ありがとうございます。